リンダ・ハントは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、モリスタウン出身の女優。危険な都市でアカデミー助演女優賞を受賞した。女優として知られるハントは、ニュージャージー州、モリスタウンに生まれ、コネチカット州のウェストポートで育った。父は、ロングアイランドにある燃料油会社の副社長で、母は、ウェストポートの音楽学校で、ピアノ教師を務めていた。高校卒業後は、 ミシガン州にある芸術学校インターラカニアーツアカデミーとグッドマンスクールオブドラマインシカゴで演劇を学んだ。1980年にロバート・アルトマンのポパイで映画デビュー。1982年の危険な年で中国系オーストラリア人の男性カメラマンを演じてアカデミー助演女優賞を受賞。女性が男性を演じて アカデミー賞を取った最初の女優となる。舞台にも立っており、二度 B 賞を受賞。トニー賞にもノミネートされた。声優としても活躍しており、アニメーションやテレビゲームなどで声の出演を果たしている。同性愛者であることを公表しており、1987年以来、パートナーのカレン・クラインと生活している。ありがとうございます。